はい、こんにちは。日本改革党靴沢良治でございます。参院選東京選挙区に立候補しております。もう投票してきましたなんていうお声掛け、たくさんいただいて誠に誠にありがとうございます。佐川信行様、マウンテンビュー CA 様、無意自然様、ワヤジャ様、ビオラ紫様、水利魔法様、マコミコ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうございます。佐川信行って浦安支部長だな。いいのに、あれはさ、政見放送オンエア動画ファイル送ってくださった方がいらしたんですが、画像がゆらゆら揺れる障害がありまして、どう編集しても直らないので、掲載を諦めました。今度は政見放送アーカイブっていうそういうのに載るらしいんで、そこからダウンロードしてですね、掲載チャレンジしてみたいと思います。送ってくださった方、お手数かけて申し訳ありませんでしたが、お役に立てることができませんでした。お詫びいたします。創価学会の宗教法人認可取り消しを公約にして都知事選はどうですかね。実は創価学会の宗教法人認可って東京都が出しておりまして、これ実は都知事の権限でね、取り消せんですよね。理由は、創価学会の宗教法人認可を取り消す理由は、人々の心の安寧を願うため、税金その他で優遇されている存在なのに、政治に口出して政教分離に反していてけしからんからですね。正論すぎて反論できまい。これ公約に掲げて戦ったら確実に命狙われそうですけれども、自民の内部の公明党に嫌気がさしてる人とかが応援してくれるかもしんないな。あとは公明党憎しで、目が曇っている共産党なんかもひょっとしたら応援するかもしんねえな。自民は財界に応援されてますけれども、経団連とかその他ね、企業は無税ではないっしょ。法人税ごっそり取られて残ったもんで応援してんですからね、自民をね。人出したり、まあ口も出しますけれども、まあまあ政治家、国会議員に寄付しますと、まあ税金の優遇がちょっとあるんですけども、創価学会みたいにまるっきり無税ってわけ、でないですよね。無税の組織が公明党を応援するのは不公平でしょう。フェアじゃないでしょう。どう考えても。一方では税金払ってその残りで応援、一方は完全に無税が応援、これフェアじゃねえから。政教分離っていう原則もありますし、何よりも公明党がけしからんから、学会のことばーか考えて、信者のことばーか考えて、日本人のこと全く眼中にない公明党は滅ぶべきであると私は考えております。まあ、党の方針が信者さえ幸せだったらいいみてえなもんですから、あと信者数さえ増えればいい、例えば香港とか、例えば中国人とか、そういうもんですから、日本人なんか眼中にないですもんね、公明党はね。滅ぶべきである、政治に口出しやめるべきである、と私は考えております。日経新聞世論調査、比例枠50議席ありまして、自民は19議席を固め独走、立民と維新が時点を競う展開だそうであります。まあ要約なんですけど、維新にまくられて野党第一党の座が危ない立憲と、立憲が危ないと、ネットの反応です。今回の選挙は立憲にお灸を据えるってことで OK？ 野党第二党じゃダメなんですか？言われなくても入れねえよ。出口調査では立憲に入れたっていうことにしている。マスコミにもお灸据えたいな。テレビを捨てて新聞雑誌は不買、良くも悪くも存在感ゼロの社民、
お灸を据えて元気になったらどうすんだ、お灸って罰じゃなく健康になるためやるんだろ、健康になっても良くなるわけないやつだし、息の根止めりゃいいんだよ、そろそろ脱粉はマジで泣かさないといけない、うんこの塔だ、あーあとですね、これ流行らしたいですね、うんこの塔だ、あー立憲ね、試験ですけどね、やっぱりあの破壊と暴力の共産主義者と組んで連合に見放されたのが痛かったようですね、自治労、日教組、放送労連、通信労連、郵便労働組合の連中はまだ立憲にしがみついてるみたいですけどね、電力労連や自動車労連が反原発の民主党をね必死で応援してたのがバカみたいですね。お前らバカだろ。電力労連や自動車労連とか製造業の人らは電気代安い方が儲かって給料も上がると思われんのに、反原発言ってた民主党を応援してたのそもそもおかしいんだよね。お前らバカだろ。10年経ってやっとそれ分かったみたいですけどね。ああもう反原発で固くなな立憲は応援できねえっつって自動車とかあの電力電気、化学その他見放してみんみんに言ってるみたいですけど、大体労働組合って今の日本に必要なんかね。職場や待遇が気に入んなきゃ鉢巻きしておーなんつってストやでもなんかやってないで転職すりゃいいじゃんね。嫌だっつってでね、優秀な人嫌だっつってどんどん逃げてったら企業側だって考えますよね。給料安いのかなうち、ってね。それで改善目指せばいい話で、事実上の社会党の残りカスの立憲もとうとう息の根止まるんですかね。テレビの影響力低下の煽りで影響で、歴史は動いてんなーって思っちゃいますけれども、政見放送惜しかったなー。どなたかあのテレビの放送を録画して DVD かなんかにして、それあの動画ファイル MOV とか MP4 とかそういうのにしてあの私に送ってくんねえかな、なんて考えておりますけれども、引き続き選挙戦後半戦頑張ります、頑張らせていただきます。デトックスジャパン。